東京マルイプレゼンツ舞台アリ地獄スペシャル配信ムービー。お笑いコンビインパルスの板倉俊之原作のアリ地獄は2012年に出版された自身2作目の長編小説。主人公二村幸次郎が裏カジノのオーナー柏木によって人質に取られた友人大塚周平を救うために5日間というリミットの中で300万円を集めるために奔走し、行く先々で様々な罠に陥れられるというストーリー。幸次郎と宿敵たちによる魂を揺さぶる心理戦に息をもつかせぬ怒涛の展開の連続。物語は全てを欺く驚愕のラストへと続いていきます。舞台アリ地獄は6月4日から10日まで読売大手町ホールで上演されます。原作者の板倉俊之が自身初挑戦で脚本演出を務め、舞台としてよみがえらせます。司会進行のアナウンサーの奥前です。よろしくお願いします。舞台アリ地獄はこの方から始まりました。お呼びしましょう。どうぞ、板倉俊之さんです。どうもよろしくお願いします。こちらでございます。テンション大丈夫ですか？なんか低めでございますけど。いや、はい、演出家なんだね今回。失礼しました。そうですね、板倉先生とお呼びした方がよろしいですか？うん、まあ、任せるけど。わかりました。じゃあ先生、改めてですが、ご紹介させていただきますと、アリ地獄の原作者でいらっしゃいまして。そうなんですよね、はい、うん、今回の舞台は初めて脚本も手掛けられ、初めて演出もされるということで、はい、インパルスの板倉俊之先生でございます。よろしくお願いします。今回、インパルスっていうよりも、個人の、いらなかったですね、失礼いたしました。申し訳ないです。かな、先生、改めて先生の原作が舞台になるっていうのはどんなお気持ちでございましょうか？そうだね、まあ当然、当然もう原作書いてる時からもう舞台のイメージもあったってことですか？もうここまではもう見えてたから。で、まあ、脚本も手掛けられ、さらに演出までやろうっていうのはどういうお気持ちで今回？そうね、もう普通に喋ってもいいですか？お願いします。こっちもどうしたらいいのか分からなくて、決まりましたね、すいません、でもどうですか、オープニングコント決まりましたよね。コントやってる久しぶりですよね。プッスマの時はお世話になりました。ありがとうございます、フリーになって。よろしくお願いいたします。お互い大変ですね。でも板倉さんの方が大変だと思います。インパルスもね、いろいろ大変みたいです。いろいろ大変ですよね。私もね、フリーになったみたいな感じになってね。でもどうですか、演出っていうのはこう、はい、なかなかやらないじゃないですか。ご自分のコントとか舞台とかはこう考えられると思うんですけど、ね、ずっとそうですからね、はい、でも 人にっていうか、人にこうアドバイスしながらというか、こう演出するっていうのはどんな思いからやってみようと思ったんですか？ちょっとやっぱね、気使う部分はあるんで、やっぱね、俳優さんたちのその芸人に偉そうに言われたくないよって思うと思うんですよ、はい、だからその辺はちょっと頃合いをうまい感じで嫌われないように嫌われないラインでやっていきたいですよね、はい、ただやっぱ憧れあるじゃないですか。やっぱり演出家っていきなりブチ切れたりするじゃないですか、はい、そういう方もいらっしゃるみたいですね、だから、まあ、使わないんですけど、そのなんかアルミの灰皿とかここに置いといてもらってと投げたりして、そう違うみたいなやりたいんですよ。ただやっぱやれる相手がいないんで、ただね、唯一、はい、それをやる要因としてやっぱ天心の向井くんが入ってるようなところあるんですよ。なるほどなるほど。そうです、だから僕が憧れてる演出家像を、ぶつけるために、天心の向井くん入ってるんで、全部彼にね、ぶつけていこうと思います。他の演者さんにはもうよろしくお願いしますっていう、ね、感じで、はい、さあ皆さんをお呼びする前にちょっとこのお店をご紹介させていただきたいんですが、秋葉原のトリガーハッピーというお店で、カフェ&バーで飲みながら食べながらエアソフトガンのシューティングができるということで、シューティングレンジもね、向こう側にあるんですけども、なんかだからもうこの辺はもう、そういうガンショップとかも多いですしね、もうサバゲーの買い物聖地と言われているあたりですから、もう板倉さんといえばもうガンマニアでサバゲーの神様ですよね、もうね、そういう
時が来ましたね、はい、ずっと言ってたら、吉本の後輩なんですけど、なんか一緒にね仕事したら、サバゲーの仕事したら、はい、本当に、サバゲーマーとして尊敬してるんでって、芸人じゃなくてですか。そうですそうです。あの一緒に舞台立ててとか共演できてとかじゃないです、はい、やっぱり、はい、一緒にサバゲーできたことは本当に嬉しかったですって言って、はいはい、だからそういう次世代が育ってくるぐらいやっぱり時が経ってしまいましたね、はい、タイトルコールでも言いましたが、日本最大手のエアソフトガンメーカーの東京丸井さんに今回ご協力をいただいて、この配信を行っているということで、はい、お世話になっております、はいね、で板倉さんの趣味の話も後ほどしようかなと思っています。はい、でその東京丸井さんとコラボした舞台アリ地獄のスペシャル特典付きのチケットのお知らせもあるということで、はい、だからなんか先生と東京丸井さんはかなりの関係ですね。まあ長いですからね、ズブズブと言っても過言ではないっていう、そういうことも含めて今日は楽しんでいただこうと思います、はい、さあそれではお待たせいたしました、舞台アリ地獄の魅力を板倉さんと存分に話していただこうと思います、はい、スペシャルゲストの3人をお呼びしましょう。どうぞ高橋さん、山口さん、そして向井さんです。よろしくお願いします。お願いします。どうぞお願いくださいませ。すみません、改めて、はい、お一人お一人に、はい、役名と自己紹介をいただこうと思います。高橋さんからお願いします。はい、二村幸次郎役の高橋ゆりです。よろしくお願いします。お願いします。ゆりちゃん、はい、そしてじゃあ、はい、真冬役の向井葉月です。よろしくお願いします。お願いします。向井、そして柏木役の山口大地です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。渋い、はい、まずはそれぞれに、まあ、原作とか台本とかお読みだと思いますけども、役のイメージとかこう自分と重なるかなみたいなところはどうですか。高橋さん、この舞台アレ地獄のお話をこう初めて僕に来た時に原作を読ませていただいたんですけど、こう読ませていただいた時にこう主人公の幸次郎とこうなんかマッチするというか、こうもうビビってくる部分がすごいあって、で自分の中でこう一番似てるなというか、あ自分だなって思う部分はこう自分の目つきの悪さが一番そっくりだなっていうイメージが。悪くないと思うよ。いや僕自分普通にイケメンなだけですよね。そんなになんか目つき悪い。なんか僕自分の中でもなんか自分であまり目つきが悪いっていう自覚はあまりないんですけど、初めてお会いした方に 80-90% の確率で陰口叩かれてる。はい。あいつ何なんだっつって。見た目だけで言うとやっぱりこうなんか目つきが悪い、こうなんていうんですかね、やっぱり目つきが悪いねみたいな。まあ、垂れ目ではないからね。そうなんですよね。結構もうキリッとしてる感じの目だったんで、こう幼稚園の頃は本当にみんなから犯罪者みたいな顔してるねみたいな。幼稚園から言われるってことはだいぶね、ちっちゃいのに犯罪で、幼稚園児にその刑法は適用されないですからね。そうですね、まずね、はい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 、そ歩道から始まりますもんね。そうなんです。そんなことどうでもいい。そうです。それでなんか本当に幼稚園の頃から犯罪者って言われてるせいで、なんかこう卒園式のなんか編集が僕だけなんか踊る大捜査線にさせられたりとか、なんかいろいろあったんですけど、なんか本当に幸次郎も結構もう目つきあまりよろしくない感じですね、はい、で結構なんか誰もが一番なんかやりたがるような主人公像みたいな感じだと思うんですけど、もうかっこいい部分があって、でピンチに陥った時は頭のキレが回転が良くてみたいな、本当になんかお話いただけて嬉しいなって思いました。もっと、はい、もっと早く読んどけばよかったなっていうふうに思ったっていうのを、はい、オンリーでいただくから。いやそうですね、お話をいただいた時はなんかもうもっとこの早く作品に出会って、うん、もっと早く読ませていただいて、うん、からのお話だったらすごい良かったなって。それを もっと早く読まなかった自分が許せないっていうのを本当になんでこの作品に1秒でも早く気づけなかったんだろうっていう本当に悔しい思いが今本当に一番はい、いただきます。これが先生の演奏ちょっと違う気がするんですけど頭の良さみたいなどうですか、通じるとこあります？いや全くないです。そうか。頭の良さに関しては本当に僕はなんかもう全然頭良くない方だったんで、なんかこう
結構計算とかするシーンとか見てても正直なんかこう自分の中に頭理解するのが結構遅れちゃったりしてたんで、あ、ここはなんか舞台やるときなんか結構大変かなっていう一番なんか不安な部分ではありました。はい、浩次郎だってシャキシャキ考えますもんね、はい、あってね、はい、本当に2手3手先の、はい、そこはやってよね。でもね、でももちろんそこはできるよね。だって書いてあるんだもんね、はい、相手が何してくるかもう分かるもんね、はい、記憶だけで、ね、それは分かるよね、さあそして、はい、真冬役の、はいはい、向井さんどうですか、自分とこう重なる部分とか、はい、難しいなと思う部分はあります？やっぱりあの自分と重なる部分は少ないかなと思うので。そうなのよね、あの役を演じるのは難しいと思うんですけど、こういう自分と全く違う役を演じると、あの見に来てくださったファンの方がすごい褒めてくれるんですよ。だからそこを褒めてもらえるようにもうガラッと変えて演じられたらいいなって思います。そうだよ、そんなもうニコニコできしないやつだからね。はい、そうだからファンは喜ぶんじゃない。うん、うん、見ることができなかった葉月を俺たちは見たんだ。はい、そうだからもうあの何でしょうね、感情を、自分の感情を殺してやっていきますね。いやそれはそうだ、芝居なんだから市場持ち込むんじゃねえよ私ならこう思いますけどねって言ったらストーリーが進まないから黙ってますずっと、はい、じゃあなんか通じる部分は少しもないですか？なんかある部分はありますか？分かる部分とか、人をあんまり信用してないというか、なんかちょっと疑って入ってしまうところは似てるかなって思います。あ、なかなか信じないタイプですか？あ、あんまり信じないですね。ああそう、はい、でも先生のことは信じてますよね？はい、もちろん大丈夫です。いやだから本当はい、なんていうんですか、僕からしても未知数ですから。はい、いや私も未知数ですからいや私の方が未知数ですから。いや私もなので、まあ、いや私の方がより未知数ですから。いやいや もっと未知数なんで、あのいやいや絶対私の方が未知数ですよ。でもあの何ですか？いいですね、なんか信頼関係できましたね。でもあのすごい変わった方だと聞いてたので、こう普通にお話ができることがすごくびっくりしています。いやいや、俺の方が変わった方だなと思ってます。いやいや、私の方が変わった方だと思ってた。いやいやいや、俺の方が変わった方だなと思ってます。どうにかしてくださいよ。いやいや、そうそうそう。もう少しやった方がいい。もう少しやってから止めた方がいい。ねえ。でもパターンできましたね。できましたね。はい、うん。さあ、そして山口さんお待たせしました。はい、どうですか今回の役は。あの、狂気ですよね。はい、あ。本当に。このポスターすごいですもんね。はい。後ろで笑ってますもんね。これもなんか顎引いて目上げすぎたせいであんまり前が見えないぐらいこう睨んでましたからね。どうですか、なんかそういう役をやるっていうのは。そうですね、なんか僕最近あのここ最近本当にテロリストとか犯罪者の役ばっかりやってて、あと半グレとかで、あ、またなんか危ない人来たなって思ったんですよね。じゃあそのそっちに今流されてってんじゃないかって不安もある感じですか？うん、いやいや、ただそあのやっぱりこうなんていうんですかね、今僕32なんですけど、役者としては一番やりがいのあるタイプのこうキャラクターだなと思っていて。そう言っていただけると、まあ、普段こう日常でやるような行動じゃないようなこう発言とか行動するじゃないですか。だからやっぱりそのなんかこうすごい自分としても興味ありますし、なんかいろいろこう挑戦できたらなとは思ってます。僕もこのキャラめちゃめちゃ好きなんですよ。ああ、そうおっしゃってましたね、はい、悪役だけどめっちゃ好きなんですよ、はい、なんか頭良くて冷静で、そうでもとてつもない残酷で、残酷だけどやっぱ正論言ってんですよね。なんか圧力がすごいですよね、本当に。なんかもうなんていうんですかね、暴力的な狂気っていうよりも、はい、存在自体が怖いというか、そうそうそう、それをやっぱりなんか舞台上で表現するって多分かなり難しいことだと思うんですけど。いや期待してますよ本当。いや頑張ります。この人に会ったら、ああ終わった俺の人生っていうぐらい怖い人で会ってほしいですね。じゃあある意味舞台楽しみですね、本番がね。楽しみですね。僕最近なんか役者の友達にもサイコパスだよねってめっちゃ言われるんで褒め言葉みたいにでも俳優さんってどうなんですか、はい、その、はい、本当は
あのやりたい理想の役があるけど、はいはいはい、それと違うのも来るわけじゃないですか。来ますね。だからなんか20代前半とかってすごいなんかこうかっこいい役とか、こうなんか学生ものでいうと不良とかやりたいなと思ってたんですけど、はいはい、なんかちょうどその時期逆になんかこうサラリーマンとかオタクの役とかばっかりやってて、で今度なんかそのまともな役やり、あのじゃそう不良とかやりもうできなくなってきてから、どんどん狂気な役ばっかり来て、なんかやりたいものとこう年齢がこうなってますね。ああ、うん、そんな時にね、はい、やりたかった役がね。そうですね、ええ、本当に医者とかサラリーマンとかって、まあ、普通だからこそ難しいところもあるんですけど、なんかやっぱりこう狂気的な役とかってもういろんなこと試せるんで、やりがいは本当にありますよ、ね、なるほど。だから、はい、あの望んでいた役が来たっておっしゃってますよ。いや、もうすごいそういうことですよね。おっしゃってました、ね、僕も言ってましたけど、はい、いやでもなんか想像力をねいっぱいこう膨らませるのって、ね、なんかやっぱ文章だけで読むと、はい、なんかもこう実際立ち姿とか、やっぱりこうどういう目つきだとか、本当にこう喋ってる時に手の動かし方とか、なんかそういうのってこう自分の中でこうやっぱり演出家さんといろいろ話しながらやったりとか、あこれいいねあれいいねって言いながらこうやっていくのがすごい楽しみですね今、はい、演出家の方で先生と、はい、先生と、はい、よろしくお願いします。ということでもうかなり深く聞いたんですけども、はい、実は次のコーナーが舞台仮地獄を深掘りしてみよう。あれもうでも結構ね、そうですね、でもあの板倉さんからこう皆さんに、はい、なんか個別には少しお話してるって聞きましたけども、ゆうりちゃんをね一回ね、はいはいはい、どうですかこう聞いておきたいこととかあったら、とあとこういうことは僕に言わないでほしいとか、ああ注文があったりしたら、はいはいはい、まず最初にあのほとんどの人に謝りましたけど、はい、人間が覚えられる量のセリフじゃないだろうっていうのがみんなに入ってますね。そんな多いんですかセリフ。大丈夫これはもうかなり入ってます。これはっていうのが結構入ってるんですよ。そうですか、でそれはもうあの写真撮影の時とかにもう謝りました。一人が長いってことですか、こう何ページか喋らなきゃいけないみたいな感じですか。だいたいあの主要キャラには絶対そのやばいところが必ずあるんで、全員長ゼリありますよね。そうなんですよ。あの1ページ以上ですか。いやそこまでのはあれですけど、でも、うん、じゃあまたさらにこう稽古しながらとか少しずつ削っていく感じなんですか。そうなると思いますね。そうしないと、そうしないと気づきそうですか、うん、だからもうセリフとかももうバシバシ切っていくと思います。まあ、原作とは違うかもしれませんけど、そうもう本読んでると主役はほとんど出ずっぱりですよね。そこなんですよ、またね。大丈夫ですか。休憩ポイント作りたかったんですよ。はい、だけど、主人公がいないと話が進まないから、そうですね、結局ただ、ただ本当の休憩タイムみたいなシーンを作んなきゃいけないから、もっと尺が伸びちゃうってなって、それもできないってなるから、もう出ずっぱりっすね。大丈夫ですか、どうですか。今の気持ちは。いやでもそうですね、本当になんかやるしかないなっていう感じなんで、本当にありがたくやらせていただきます。本当に本当にありがたいですか。なんか謝ったけど、はい、謝られてもなとか思わない。全く本当に本当に自分の多分今後の人生にも必ずつながる作品だと思うので、本当に頑張ります。これうまくいけたらもう声もないもんね。ないです。出ずっぱりを超えられたらもうだってそれ以上絶対ないわけですもん。出ずっぱりで長ゼリフになると、しかもアクションもありますから。あそうかそうか、アクションもあるんだ、はい、盾もありますから。向井さんどうですか、はい、大丈夫そう。まあ大丈夫だと思います多分。マジかよ。あるそうね。大丈夫ですよ。なんか自分はやっぱ不安ですけど、そのステージ舞台上でなんか誰かがセリフをバッて抜けちゃった時に、もし抜けちゃった時にどうしよう、自分何かできるかなっていう方が心配です。あもう助ける側の心配してんだ。一度その違う作品で助けられたことがあったので、自分は何かできるのかなっていう、なんか、あ今度は助ける番だ、うん、私があって、まあ多分無理ですけど。どっちなのよ。どっちなのよ。でもそうするとね、相手のセリフもある程度こう入ってないとってことですよね。そうだからね、その人しか知り得ない情報を喋ってもらうにはもう会話にはできないんで、うん、なるほど。そうなんですよ。それでこう一人台詞というか多くなっちゃうっていう部分あるんですね、うん、
じゃあ皆さんの方からちょっと演出家にこう要望とかあったら、高橋さん何かあります？はい、そうですね、お願いとか。お願い、なんかこう多分結構なんか稽古で出ずっぱりで多分覚えないといけないこともたくさんあって、多分なんか結構こう圧プレッシャーというか圧でこうシューってなっちゃうかもしれないんで、あんまり怒らないでほしいなっていういや俺は逆の心配してるんですよ。はい、どんな、やっぱあの演出家が演者から嫌われてる方がうまくいくっていう説を聞いたんですね。あの仲悪い方が、あの壁がある方が、演者同士であいつまちって言ってるぐらいの方が舞台ってうまくいくって聞いたことがあって。でも演者同士でこう固まって、なんだよあの演出家みたいな方がっていう部分あるかもしれませんけど、だけどやっぱ僕は嫌われたくないんだよね。じゃああんまり怒らずに。いや怒んないですよ、怒んないですし、僕はそのずっと舞台の演出やってきて今回じゃないんでね、うん、僕は僕でそのプロの俳優さんたちの、ノウハウみたいなものもお借りしようと思ってますから。そうです、だから心配があるとしたら結構もうその学級崩壊的な、うん、もうやるよっつってんのにみんな飯食ってるみたいなことの方があるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、そんなことないですよ山口さんね。いやもう絶対ないと思います、本当に、どうですか、こう望むことというかこういうことをお願いしたいなってのあります？いやもう板倉さんなりの演出が正解だと思うんで、まあ、あとはその役者にぜひ遠慮せずにいろいろダメ出しとやっていただければ、なんか多分一番は板倉さんが見たいものが出来上がればそれが一番だと思うんで。プロは必ずこう言うんですよプロはその、まあ、例えば映画とかでも、いや監督が OK って言ったら OK ですからって言うんですよ。だけど監督は結構意見求めてたりするんですよね。あ、うん、もうここは絶対こうだっていうところはそうなんですけど、はい、そうじゃないところはちょっと何パターンかお願いしていいですかみたいなね、なんかやっぱ自分の範疇じゃないやり方を絶対持ってると思うんですよプロの俳優さんって。僕が脚本書くときって僕がやるならっていうぐらいの感じなのかもしれないんでね、あの仕草とかも分かんないですけど、だから板倉さんのイメージはあるけれども、もうそれじゃないことをやって僕が思ってたのを超えてくれるのが一番気持ちいいかもしれないですよね。そうですよね、なんか役者側もなんか自分とかもそうですけど、こう演出家がお客さんだと思って今日も感動させてやるとか、今日もドキドキさせてハラハラさせてやるみたいなものをなんか準備して、あいいねってこう 120% ぐらいのが出た時に、あなんかいい関係で入れてるなっていうのを初めて思えるというか、なんか今やってる舞台の演出家もついこの間言ってたんですけど、俺は毎日感動しに来てんだよみたいな。だから板倉さん今言ってたことと全く同じなんですけど。かっこいい、はい、全く一緒ですね、でもある意味戦いでもあり、戦いですよね、はい、やっぱりどれだけ準備してくるかみたいな、はい、でコミュニケーションでもありっていうところがうまくいくとね。そうですね、だから僕も楽しみなんですよ、一発目が、はい、うん、はい、でやっぱ男キャラほとんどやっぱかっこいいし、はい、だから男の人のシーンはうわかっこいいって思いたいし、そう真冬のところ、はあ、好きってやっぱ思いたいですよね。だそうですよね、はあ、そうなんですね、できるかな、そんな不安にならないで、ね、ちょっと演出家になんか望むことがあったら、望むこと、なんだろう、ちょっと人見知りがあるので、なんか演出家の先生も少し人見知り、そうですよね、人見知り芸人出ちゃってましたそうですよね、なんかなんだろう、やっぱ空気がないと入っていけないので、はい、空気を作れて俺がでもやっぱりあのトップがなんかこう空気を作るのはあるんじゃないですか、でその中でこう皆さんが、いやーやっぱね、違います、考えたんですよ一発目にね、なんかこう出落ちみたいなことやって入ってってって考えたら、それ
もし受けちゃったら毎日やんなきゃいけなくなるってそうです、なんか最初の一言とかね、そうそう、どうしようとか世界丸見えのね、たけしさんみたいな感じのなんかもうふざけたこういうつけてくっていうのも考えましたけどね、それ毎回別のものを求められていって、はい、今度別の地獄に陥るなと思って、はい、フラットで行くしかないんだなって思ってますけどね。でもこの3人は笑ってくださると思いますけど、そうですね、だから僕もね、そう、人見知りあるんで、こういうちゃんとこのカメラ回ってるところで喋れてよかったです、はい、回ってないとやっぱ照れが生じてくるんで、そうかもしれないですね、はい、なかなかこういう機会ってね、ないですもんね、舞台でね、これでも本当に、ドッキリじゃないですよね、俺が偉そうなこと何回言うかみたいなやつじゃないですよね。ないと思いますけど、なんかあれなんだよ、いやですよね、なんかね、まあ、であとは役者の皆さんでもこう知り合った方がいいんじゃないか、はい、聞くと板倉さんとそれぞれこう一人一人はこうなんとなくこう接点があるけども、なんか、ね、写真撮影で、はいはいはい、役者の皆さんがっていうのは、はい、どうですか高橋さん、こう向井さんとか山口さんに何か質問があれば、そうですね、気になることがあったりとか、まあ、山口さんは僕普段から、はい、YouTube の方をよく見させていただいてて、はいはい、もう体がえげつないんですよね、山口さん、まあ、ちょっと最近見せれないほどぽちゃってますけど、どういう内容なんですか、その筋トレこれやったら筋肉つくよ、あ、そのなんかボディメイクのこう続く秘訣だったりとかこういろいろ出してて、はい、YouTube とかね、で僕も結構なんかこう鍛えることとかが結構好きで、たまにジムとかに行ったりするんで結構参考にさせていただいてるんですけど、うん、なのでなんかでも、はい、ジムに行くときって僕一人で行くんですけど、なんか入ったときによくガチの方たちが器具をこう回しながら使ってる時にやっぱり入りづらいんですよ、なんかもちろん入るんですけど、一人でやっぱでも初心者がなんかこう使っちゃなんかあれかな、こう迷惑かけると思っちゃうんで、なのでなんかよかったらなんか僕のトレーニングを手伝っていただけたらなっていう、ね、どうですか、ちょトレーニングを教えたりとか、いやもう全然現場でやりましょう、あ、お願いします、ぜひ、逆に浩次郎はちょっと細いから、そうですね、ちょっと細めの、やんない方がいいんじゃないかなんか、ね、でもやりましょう、公演後には、はい、バキバキの浩次郎になってないかなっていう板倉さん的にはムキムキになりすぎちゃうとちょっと違うんだよね、細マッチョみたいな、そうそうそうです、なんかこうシルエットがよく見えるぐらいのなんか、そうだね、まあ1ヶ月2ヶ月ぐらいでそんな大きくならないんで、あ、そんな甘くないと、そんな甘くないえ、山口さんからこう他のメンバーに何か質問あります？そうですね、向井さんなんか走り方が変なんか見て、あれだいぶ前の多分動画だと思うんですけど、そうですね、治ったのかなっていう、あー、走り方結構変って言われるんですけど、私もともと陸上部だったので絶対変ではないんですよ、その時は言われなかったの、その時は多分変だなって先生にお前変だなって言われなかったいやなんかそのなんだろう、姿勢が悪いから遅いんだよっていう風に注意されてたんですけど、それがなんか芸能界に入ってからは変って言われるようになって、でも払拭したいんですよ、そのかっこよすぎるから変なんですかね、そうなんじゃないですか、かっこよすぎました、こんなやつ走ったそれかっこよくないですね、陸上部何やったんですか、陸上部は短距離とあと砲丸やってたんですけど、確かもう遅かった遅かったですね、どうやって走るんでしたっけ、そうなんだけど、走るシーンありますか、大丈夫ですか、走るシーン今回ないんです、よかったと思って、よかったと思って、全然走りますけどね、いつでも走るって絶対笑い起こっちゃうんでねでもあれはあるかもしれないですね、もしかしたらこう吐けた後裏動線走ってる、あー、小走りは確かにちょっとあれかもしれない、見といてください、まあまあまあ、おかしだからおかしいかおかしくないかを山口さんに判断してもらったらいいんじゃないですか、そうですね、よかった、はい、で多分お客さんも僕が演出してるって知ってるから笑いやすいと思うんですよ、だからそこ怖いんですよ、笑いなしのやつなのに、
あ、笑えないですね、今回は全く笑えないです。言えないですね。そう、なんか、ちょっとボケさせたなって勘違いされちゃうと、はいはい、なんか期待する部分はありますけど、そうなんですよ、はいはい、うん、もう今回は本当にもう、本当にストレートプレーの真剣な感じで、なんか収録しない回であのボケ解放回を作ろうかなと思ったんですけど、もうボケていいよっていう、いや、ボケていいよって言われてどうですか、ボケられますか、ね、いや、まあね、狂ってくからね全部が、そうですよね、そうそうそう、ね、そうそうなんですよ、しっかり作るもんですから、瞬間的な笑いは生まれてもやっぱその次どうすんだになっちゃうから難しいかもしれないですけど、はい、うん、でまあ、その戻せる範囲だったら、ちょっと自由にやってもいいよっていう回も作ろうかって、はい、なるほどね、じゃあ何回か見た方が面白いかもしれないですね、そうですね、2回ぐらいね、ファンの方とかもね、うん、あ、この前と違うみたいなのが、うん、向井さんどうですか、お二人に何か聞きたいことあります、ちょっとこれアンケートがあったじゃないですか、ああ、その時何聞けばいいか分からなくて、うん、とりあえず書いたのはあの乃木坂46っていうグループなんですけど、印象を聞きたいなと思って乃木坂の、ちょっとなんだろう、ね、なんかどうですか高橋さん、印象は、ね、乃木坂の印象、気になるなって、なんか乃木坂さんの印象は僕の中ではこうアイドル界のなんかもうトップオブトップみたいな、こう日本のなんか女性アイドルをなんか背負ってる、こう日本代表するアイドルさんっていう印象です。あ、ありがとうございます。お互いのこうグループやってるじゃないですか。はい。なんかそういう部分でこう共通というか、なんか、あ、うん、感じる部分もあります。やっぱりステージで歌って踊ってっていう職業なので、うん、なんかすごい盗めるものは盗みたいなって思ってます。ないと思いますけど。アイドルからは。ないだろう、学ぶことないですよ。いや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 、自己紹介するときにはいって言うぐらいです。はい、山口さんどうですか、イメージとしては乃木坂の。いや、もうまさにその日本のアイドル界のトップってイメージと、うん、そうですね、まあ僕はあんま詳しくないですよね。だからなんかやっぱりこうビジュアルがとにかく皆さんいいイメージはありますね。あと事務所が乃木坂にあるんで、なんかこう、なんかこう、あ、乃木坂っていう、あ、そうなんですね。僕出身鹿児島なんですけど、多分鹿児島の人が乃木坂って聞いても多分分かんないと思うんですよ、全くイメージができないと思うんですけど、あ、分かる分かるって、なんで乃木坂にしたんだろうってちょっと最初思ったんですけど、あの坂根っていう、はい、あの坂根とは思いましたね。まあ背負ってきたので、はい、お願いします。あ、これはね重要なんですよ、その喫煙率、あ、これはね非常に重要で、本当に嫌だ、休憩を取る取らないでもなんかやっぱり割れるんですよね、あ、そう、タバコを吸う時間取るかどうかってことですか、吸ってない人ってた、あの休憩って言われても別に何水飲むのにそんな5分とかいらないんだけどみたいな、あ、はい、なったりするんですよね、はい、うん、僕はアイコスです、僕はアイコスです、あ、アイコスだけど、はい、まあ、吸われるんです、すいません、はい、ゆりちゃん吸わない、僕は吸わないです、かずきちゃん吸わないね、すいません、吸わないですね、あ、よかった、よかった、どうしましょう、ただね、天野さんがあのすごい吸うんですよ。なんか天野さんがいてよかったみたいな感じになってますけど、天野さんはお吸いになる、うん、あと天使の向井さんは、まあ、吸わないんですけど、吸わせましょう。今回を機に始めさせましょう。あ、そうですか。やっぱりね、先生が吸うんだったらちょっとね、時間取りたいなと思うってことですよね。そうですね、ただやっぱりあのタバコすっごい嫌いなんですよ、私。いやでもアイコスだから匂わないから、でもアイコスだからっていう人も結構いるんですけど、だから何、タバコはタバコだって思ってるので、タバコ嫌なんですね。いやでも匂いつかないんで、いやでもなんで吸うんですか、じゃあ吸う意味みたいな、え、じゃあ どうせ死ぬのになんで生きてるんですかっていうことです。なんでですか、理由なんてありませんよね。で、まあちょっと匂う、でもアイコス匂わないし、迷惑かけてるわけじゃないし、そうなんですよ、は、はい、しかも外で吸いますし、私自分の車で吸いますし、え、匂いません、え、匂います、匂いますかね、その場で吸ってたら匂いますよ、そりゃ。だけど別に外で吸うって言ってるんで、はい、うん、なんかそんなに言われる筋合いはないかな。ね、こっち、ね、吸う方は吸う方で守ってますもんね。そうなんですよね、はい、隔離されたところで吸うので、はいはい、今あの、その後もこう換気の時間を取らなきゃいけないんで、
そうです、定期的に。あ、どっちみちね。どっちみち。コロナの。はい。さすがです。そうだ、どっちみちだ。そうです。どっちみちだよ。分かってんのかよ。まあ、この舞台では少数派ですけどね。知らないよ、そんなこと言って。なんかすごい偉い人が吸う人でも知らないからね。そんなに今もうアイコス大否定したけど、知らないよ。でもこうなって真ん中にいたら何とかしなくちゃいけませんからね、高橋さん。いや、そうですね。今白くコロコロしましたけど。まあでもこうやって事前にお話をこんだけするっていうのは本当に画期的かもしれませんね。そうですね。さっきも話もありましたけどね。本当に良かったです。はい。はい、少しずつこう近づいていったのではないかということで、この後稽古本番と頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。